皆さんこんにちは。群馬産業技術センターの山田です。この動画ではセンターが支援した企業の成果事例を紹介していきます。今回は富岡市の有限会社つとむ食品様にご協力いただきます。土屋様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは土屋様に会社の概要とセンターとの共同研究についてご紹介いただきます。弊社は群馬県富岡市に1994年に設立しました。厳選した群馬県産の原料と野上川の清流水を使い、こんにゃくや白滝の製造販売をしています。今の一押しは大豆こんにゃく麺です。これはこんにゃく粉にタンパク質豊富な大豆粉を加え、ヘルシーな麺です。ソースやスープに絡みやすく、もちもちとした食感です。ソイニャックという商品名で販売しております。産業技術センターとの共同研究について説明します。以前から海外からのこんにゃくへの引き合いはありましたが、こんにゃくの約 97% が水です。そのため業界ではこんにゃくは知名度が低いことに加え、商品の重量が重く輸出に向かないと言われていました。その問題を解決するため、弊社の大豆こんにゃく麺をフリーズドライとする製品の開発に取り組みました。また現在プラントベースミートが注目されています。この開発品は動物性素材を用いていません。そこで植物性食品のみを食べるビーガン用食品の一つとして販売に大きな期待を持っています。さらにこの開発品の特徴として、通常のフリーズドライ商品のようにお湯で戻して麺の状態で食べられるほか、そのまま焼くとハンバーガーの具材のようになり、肉の代替品になります。このように麺の形状だけでなく、さまざまなバリエーションで食することができる商品を開発できました。センターの役割や研究支援の内容を教えてください。フリーズドライ加工に適したこんにゃく麺の開発についてコンセプトを議論し、そのレシピを検討しました。弊社で麺を製造し、センターでフリーズドライ加工を行いました。麺をお湯で戻し、関係者で食し、レシピの改良を繰り返しました。また商品の形状や適切な量の検討などを加え、試作品を作り込んでいきました。センターとの共同研究ではどのような点が良かったですか？試作品の開発にスピード感があったことです。弊社では配合の異なるこんにゃく麺の試作はできますが、フリーズドライ加工機はありません。センターのフリーズドライ加工機によってスピーディーな加工を行うことができ、麺の試作に集中できたことが良かったです。最後にこんにゃくへの思いと今後の予定を教えてください。群馬の美味しいこんにゃくを海外で食べてもらいたいとの思いがあります。そのためにブランディングや海外への情報発信が重要になると考えます。海外での展示会に出展し、企業ブランドイメージを向上させ、海外の取引先を増加させたいと思っております。土屋様、ありがとうございました。今後もセンターでは地元企業と連携し、食品関連の商品開発に取り組んでまいります。ありがとうございました。今後も動画放送スタジオつるの巣からセンターの成果事例を発信していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。